フラッシュ村松赤コーナーエイマスポーツジム所属ユーガーでは初めてということですね。さあまずこのピンク色サウスポースタイルがムラッシュ村松です。いやね、ミドルを打ってすぐにミドルを返しました。優雅も英和スポーツチームですからね、セコンド陣がもう名高と志門ですね。そうですね、見ますね、はい、豪華ラインナップでお送りしております。さあサウスポースタイルがムラッシュ村松です。左ストレート、そしてミドル、今のこの合わせ技どうでしたか。そうですね、やっぱあのサスポーなので、はい、ストレートを使っていった方が見えにくいと思うので、そしてフェイントを入れながらパンチを当てていくのは優雅令和スポーツチームです。そしてミドル、左ストレートからのローキック、フラッシュ。第1ラウンド終了で、第1ラウンド終了です。そして第2ラウンド始まります。2分3ラウンドで行われます。第2ラウンドです。まずミドルを打っていきます、フラッシュ。そして優雅も綺麗なミドル返していきます。お互い打たれたら打ち返すっていうね、ちゃんとしっかりとこれ埋めたいのは大事なことなんですけどね、はい、そうですね。大きく埋めたいは結構ダメージっていうのがポイント高いので、はい、一発思いっきり蹴ってる優雅選手の方、ローキックを打って、そしてローキックを打ちます優雅。ローキックを打ちます。やっぱ技術面ではこう後半になっていくとちょっと差が出てきたかなって感じですね。お、3ラウンドで、ね、試合の組み立て方というのが重要になってくるわけですね。第2ラウンド終了。でポイント最後判定に行った時にポイントをどっちが取ってるかとか、ただ そういうところを見ていくかなと思うので、ジャッジは最初は2分の時と3分の時で戦い方を変えたりとか意識の変え方というのはありますか。2分と3分では変えないんですけど、はい、3ラウンドか5ラウンドかというのでは変えますね。はあはあはあ、そうなってくるとまたね、戦い方が変わってきますからね。時間はじゃあそれほど、そんなに伊藤選手にとっては、ね、はい、まあ、あとは RWS か、普通のムエタイかっていう試合、はい、っていうのポイント差がちょっと、うん、差が出てくる。なるほど。まあ、そして第3ラウンドです。残り2分に全てをかけて両者、ローキック互いにしています。ローキックを打ってその後パンチを返していくのは優雅。お、そして腕を取りに行く。お、そしてこの腕の取り方はいかがでしょう。もう持ってきました。そうですね、そういうところやっぱ上手だな。あ、どうですか。ミドルを打っていく。お、そしてローキックを打っていくのはこのムラッシュ。ロー効いてきたかなって感じですね。ミドルを、はい、ちょっとだけ足流れたので、何度かそうですね、こう太ももを捉えてますので、バシッバシッという音が聞こえてきます。左ミドルをそんな中返していく、もう一発返していく。フラッシュもパンチで応戦。そして膝を合わせていくのはこちら優雅。左ミドルを打っていくのはムラッシュ村松。残り時間30秒。残り時間あっという間に30秒。さあ30秒力を振り絞りたいところ。ミドル、ユエがもう一発ミドル、フラッシュも返す。そしてローキックも打っていく。おー、ミドルに合わせてパンチを返していくフラッシュ。さあそして拍子木が鳴ったの残り時間わずか。互いに蹴り合った。そしてパンチを打っていく。力を振り絞ったところで試合終了。試合終了。3ラウンド戦い抜いた。おー、そしてフラッシュも観客を煽っています。アラビア30対29、赤優雅。以上。